はいこんにちはパーカッションの高文ですこの動画では楽器なしでできるパーカッションの上達法第2弾をお届けしますで前回上げた第1弾の内容さらに発展させた内容になっておりますこの動画だけを見ても内容が理解できるように解説していくつもりなんですけれどもまだ前回の動画をご覧になっていない方はですねそちらを見てからの方がより深く理解できるより早く上達できると思いますので合わせてチェックしてみてくださいはいで今回ですねお届けする内容は本当にもう やったもん勝ちやればやっただけですねこの叩いて何かを表現するっていうこの表現力がもう爆上がりしますはいでこういった楽器の叩き方やリズムパターンの叩き方みたいなのはですねいろいろな教則本や教則ビデオがあると思うんですけれどもこと表現力表現力の上げ方って見たことありますかこれねなかなかないと思うんですよ なんでそういう点で、えー、今回ですね貴重な意味のある情報がお伝えできるかなと思っておりますのでぜひ最後までご覧くださいまず簡単に前回のおさらいです前回やったのは自分の手を叩いて鳴らしてこの手からいろいろな音を引き出そうという話でした低い音高い音弱い音強い音みたいな感じでですね この自分の手から出せる音の数音の種類がすなわちあなたのパーカッションの表現力ですという説明をしましたで今回やっていくのはですねこれをさらに実践していく方法になりますどういう方法かというと今回やるのはですね自分の言葉です話している喋っているこの言葉を自分の手をたたくこの音に置き換えるという方法ですもう一回言います 自分の言葉をこの手叩きの音に置き換えるという方法ですはい今まさに僕はこの説明をするために言葉を使ってあなたに伝えているわけなんですけれどもこれを手で叩いてやってみるっていうことですねちょっとやってみますねこんにちはパーカッションの高文ですこんにちは。 パーカッションの高文ですこんにちはパーカッションの高文ですはいやってる意味わかりますかねこの言葉の一音一音をこの手の鳴らす発音に変換していくということです例えばこんにちはだったらこんにちはの5文字だからこんにちはってこう5発叩けばいいのかというだけではなくてですねまあもうちょっと雰囲気中か

この僕の言い方だとこれ、こにアクセントがあるんですよ。こんにちはって。試しにこれ、んにアクセントをつけると、こんにちは。こんにちは。になります。これちょっと変ですよね。次、ににアクセントをつけると、こんにちは。こんにちは。っていう急に外人さんっぽくなりました。アドベンチャーみたいな感じで、こんにちは。みたいな感じですね。で、ちにアクセントをつけると、こんにちは。こんにちは。 でちょっとこうなまった感じになりますし最後 Y につけると「こん,こんにちは」「こんにちは」体育会系みたいな感じで「こんにちは」ってい感じでなりますとで細かく分析するとその言葉のフレーズの音感だったりアクセントに対してこう最適な手の音を鳴らそうよっていう話なんですけれどもいやちょっとアクセントとか難しくてよくわかんないですっていう場合でもねあの大丈夫ですもう聞いたまま自分が発する言葉を聞いたまんま 雰囲気寄せで、なるべくこう、それっぽい感じで、こんにちは、こんにちは、こんにちはと、なるべくこう、似せるように似せるようにですね、再現できれば OK です。この言葉っていうのは、誰しも使えますし、もう自然とアクセントや抑揚やリズムというものをつけています。母国語だったら、もう無意識のレベルでつけてると言っていいでしょう。これをつけてないと、こんにちは、パーカッションの高文みです、みたいな感じで、まあ、昔の機械音声みたいな。 感じになっちゃいますので、まあこれつけてない人いませんと。はい、でこの話し方、喋り方もですね、一人一人。全然違いますよね。まあ、訛りやイントネーションも。あったりするでしょう。で、これがもうそのまま、あなたの個性になります。これに正解不正解っていう話ありませんので。あなたの話し方で、それをそのまま。手で鳴らすことが。 再現できれば音楽をやる上で最大の強みになるもうあなただけの個性あなただけにしかできない表現になりますというお話でしたはいで解説は以上なんでですねあとはもう各自自分が話す言葉をこう手でなるべくこう忠実に再現できるようにまあ実践していただければいいんですけれどもまだこう話聞いただけだとちょっといまいちピンとこないなという方に、えー、この後ちょっと例題っていう感じでですねいくつかえ実践的な例をやってみたいと思います。 ははいではここからは僕がお題を出しますのでこのお題を自分の口自分の言葉で発してそれを手で再現するというのをやってみてくださいはいでは例題一1「ハッピーバースデー」「ハッピーバースデー」はいどうぞはいでは僕もやってみたいと思います「ハッピーバースデー」「ハッピーバースデー」ハーーデー「ハッピーバースデー」ハーーデー「ハッピーバースデー」 バースーはい、こんな感じですかね。まあ、これが正解とか不正解とか、えー、そういう話ではありませんので自分が発した言葉をなるべく忠実に再現していけばいいという話です。で、ちょっと細かく見ていきますと例えば、まあ、僕の言い方で言うとハッピーバースデー、ハッピーっていうのはハッピー、歯とピだったら歯の方が ちょっと低いい感感じじででの方が高い感じですねハッピー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 ,ッピーとでさらにちょっとピを強調しているピにアクセントがあるとハッピーなんで手で叩くときはですねこう歯の音を低い音で叩く手のひらで叩いてピの音を手の端の方先の方でちょっと強めに叩くハッピーハッピーハッピー という感じになるとでバースデーバースデーバースデーこうちょっとずつ下がっていく感じになりますねバースデーラーラーラーみたいラー,ラー,ラーなんでこの手を、まあ、先の方からだんだん手首の方奥の方に入れてちょっとこう音程を下げるとバースデ バースデイなんで、まあ、音としては5音あるんですけれども、まあ、バースってバースってこう伸ばす音なんで、まあ、全部は叩かなくても、まあ、その雰囲気はつかめるかなということでバーダタンタンタタ、まあ、僕は3発叩いてますねバースデイデイもまあ一発でデイと <laughs> いうことにしているとハッピーバースデイ 例題にーここもやっすねはいでは次のお題いきます例題タはメ々タン々麺ですタンどうぞ僕もやってみますとタ々麺ン々麺タ々タン々麺タン麺ンタ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 ン はい、こんなな感じになりましたゆっくりで行、えー、った時には「タンタンメン」まあ、この「タンン,ンっていう音も弱く叩いて、まあ、鳴らしてもいいかなと思ったんだけれどもという感じで「早くタンタンメン」ってこう「早く言うと、まあ、手が追いつかない」っていうのもあるんですけどもこの「ん」が限りなく弱くなるのでた、まあ、叩かなくてもいいかなと「タンタンメン」

たタンタカタン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 メンタンタカタン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 メンタンタカタン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 メンタンタカタン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 メンとこういう話になりますとでこういうふうに口にするだけでちょっとノリがいい言葉とか単語ってありますよねそれを手でたたけるようにするとタンタカタン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 メンするとこれがパンシキドゥンドゥンパパドゥン パチキドゥンドゥンパパドゥンパチキドゥンドゥンパパドゥンパーキドゥンドゥンパパドゥンみたいな感じでこのフレーズのノリだったりグルーブのレベルアップになりますはいというわけでお題はすべて終了なんですけれどもここまでね動画を切らずに見てくださった方タンタカタン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 メンまで一緒にやってくださった方には特別にとっておきの応用方法というのをお教えしますはい応用方法何かというと今度はこの言葉に感情をつけて話すでそれを 手叩きでで再現すするというやり方です今度感情がプラスされるんですねで一番分かりやすいのがですね喜怒哀楽喜怒哀楽っていう人間の4つの感情喜び怒り悲しみ楽しみの4つの感情を乗せて言葉を言ってみるでそれを手で叩くっていうやり方ですでちょっと僕やってみますねまず「喜びやったやったやった!やったやった」はい怒り あのさ、あのさ、あのさ、はい、悲しみ、マジック、マジック、マジック、楽しみ、超楽しい、超楽しい、超楽しい、という感じなんですね。やったあのさ、マジック、超楽しいと。えー、これでですね、この手で、 喜怒哀楽ができるようになれば楽器で音楽で喜怒哀楽が表現できるということになるというお話でした、はいまあ、ちょっとねレベルが高い話ではあるんですけども、まあ、これをやってみるだけでもこの音楽をですねやることも誰かの演奏を聴く音楽を聴くこともめちゃくちゃ面白くなると思いますのでですね是非やってみてくださいはいというわけで今回は楽器なしでできるパーカッションの上達方法実践編でした まあなんかねバカバカしいなとか、恥ずかしいなと思う方いると思います。でまあ、採用するかどうかはです、ね、お任せしますけれども、僕から言えるのはね、まあ、本当にやったもん勝ち、やればやるだけ表現力上がりますよということだけで、ね、お伝えしておこうと思います。はいこんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップも行っておりますので、引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。